淵上健造慶応2年11月10日は、江戸時代末期の築語国の志士。聖史家系大辞典観光会昭和9年聖史家系。第3巻の淵上の孔には健造について、次の記載がある。幕末、長田優の人、淵上健造助都氏は、巻泉の門、勤労の獅子なり、増樹五位。その兄を幾太郎という。聖史家系第3巻。 生死家系大事典観光会、P521 区語国志も妻軍水田村の淵上雄二雄吉、とも子、木の先大作次女の三男、忌み川助都市、兄に淵上久太郎がいる。少年は、天保十三年とも、通称ははじめ三太郎。久留米藩士の大鳥居治兵表へから関石を、牧泉から山、口なしかで国学を学び、 後江戸で育太郎と共に、大橋突案の門人となる。文久元年に帰国して、遊居中の牧泉に仕え、文久二年二月共に脱藩して、薩摩に赴いた。四月に、伏見で寺田屋騒動に遭遇し、久留米藩に戻され遊兵される。文久三年二月に許された後六月参上、耳の主鋭となる。幕末、育太郎と共に、尊王論を唱えている。 健造は、牧田持臣に従い常に行動を共にしていた。健造は、太宰府に遊兵された御教の一人三条、耳の随重の身分であった。兄の育太郎が、幕府方に屈服し、変説したとの風評が伝わり、太宰府の同僚たちより交際をせぬよう注意を、受け交際は自重していたが、非前田代の勘主三教、三河守が健造に面会に来たことから育太郎との、 交際が続いていると指摘された。幾太郎が身を寄せていた、当時の非善田代は、津島藩の飛び地であり、藩老で、上位派平田大江、津島藩砂漠派、勝井五十八郎の残党に暗殺される。この野姉妹は翌日自陣の最優。ここなら、太財府の弟健造、故郷の両親とも連絡が取りやすいと思われ、三郷三河守の面会により密通が疑われる。 久留米藩出身の水野慶雲斎が処分を三条に伺ったところ、三条から指導を立てよとの裁断を受け、慶応2年11月10日建造は、太財府天満宮社家小野加賀邸玄関先で割腹、自陣した。自陣した場所が小野加賀邸であるのは、小野加賀が、牧田持臣の実邸にして、小野市林の養子であったこと、水野慶雲斎ほか同藩市も小野加賀邸に、 死縮していたためとされる。医師は、万光赤神不士治義一、一市長ために中撃一。賢造が自陣に使用し血痕が付着したままの刀は、遺族によって保管されていたが、第二次世界大戦終戦時に米軍に、接収されたとの記録がある。淵上賢造墓、明治35年11月8日、十五位を追贈された。賢造助都市の墓は、 淵上一族の墓と同じ敷地内の福岡県、畜後市水田に現存する。他に、知人した小野かが丁南側にある光明寺の、浦山執行寮にあり、表面は、淵上助と死母、裏面は、一畜後と母、裏面は、水田の人なり在座財布慶王日の江戸ら11月10日卒葬の、執行寮、との母碑写真付きで記録があるが、現任されていない。明治2年、旗崎小根上にも、 牧安ヤスら明治維新の死死37柱と共に、混流、現存する。淵上幾太郎雄う氏、淵上健造介都市の破壊し、長慶広之名もあり、福岡県筑後市水田来号寺前淵上家墓所に、現存。正しくは、水田雄。明治以降は、陸軍墓地も併設され、佐賀の乱、西南戦争の戦死者と、 警察抜刀隊などの戦死者の墓が100柱以上、ある。国事王将方向指示人名録、第2集、P220、淵上兄弟、P24 に ABCDEFG 明治新人、明治典、淵上兄弟 P86.87、水田小学校創立100周年校舎、全面改築記念誌、P267、淵上兄弟 P なし表紙理 タージリタスク、増衣所見連続法番上特使増衣年表 P18、淵上兄弟 P88、淵上兄弟ピアニッシモ87、71から72。ありがとうございます。